皆さんおはようございます。インダーメン役場健太です。バレーボールネーションズリーグ成績不振ですね。ベスト8止まり。真鍋監督解任の噂はまだないが、私的には真鍋監督を解任すべきだと思います。今の ID バレー通用しないと思います。今のでは、はい、通用しないと考えてください。これではもう勝てません。はい、当たり前です。アメリカに負けないのも当たり前です。はい、準々決勝で、はい、私はそこで私が公認候補ピックアップ、4人くらい候補ありました。まずは金子監督、NEC のあのか NEC だっけかな、わかんないけども、うん、最有力金子監督。あとは中田久美の復帰はございません。まあ吉原智子さんが最有力候補だと思います。最有力としては吉原智子さん、あの JT の優勝に貢献した監督。あとは久光を何度か優勝、他の V リーグでも優勝経験のある酒井慎吾さんも監督ありです。それ最有力です。あとは V リーグに昇格したアランマーレの北原勉さんも有力候補と考えてほしいです。まあ今期も監督続投ですが、万が一日本代表の時も考えて監督に就任する可能性も考えられます。はい、他にも候補いたらコメントでお願いします。あとは荒木絵里香さん、まあ銅メダルを知ったロンドンオリンピック銅メダルを知った荒木絵里香さんを監督にするのもあり、あとは江端由紀子さんも監督にするのもありだと思います。はい、やはり若い力が一番必要だとは思います、私の想定では。はい、以上です。バイバイ。